ああ、腹減った。お、これうまそうだな。すいません、ジオジオランチプレート。はい、お待ち。なんじゃこりゃ。てめえ、吉田、何考えてやがる。なんだよ、デラックスファイター。今バイトで忙しいんだよ。ランチプレートが重なっちまってんだろうが。作り直せ。このファッショナブルな美しさがお前には分かんねえのか。え、一見混沌としつつも、それぞれのプレートがそれぞれの魅力を主張して重なり、締め切り合う。これぞまさしく変動体。変動体。ジオジオ島根と日本のジオパーク。変動体ってのは地球科学用語だ。プレートテクトニクスという学説によると、地球の表面はプレートと呼ばれる何枚もの硬い岩盤で構成されている。このプレート同士が隣り合って干渉し合う境界地帯のことを変動体と言うんだ。宴会ではっちゃけた父さんのことじゃねえんだな。プレートは絶え間なく動き続けている。変動体ではプレート同士がぶつかったり離れたりすることで地殻変動が活発に起こり、その名の通り地形が変動しているんだ。例えばプレートが押し上げられ隆起して陸地を作ったり、その陸の一部が移動したり、こういう活動を何百万年何千万年も繰り返し、現在の日本列島が作り出されたんだ。このカレーの皿が太平洋プレートだとしたら、スパゲティの皿はさながら北米プレート。地球丸ごと食べられるジオジオランチプレートの美味しさはまさにジオジオ級。いやいや、待て、変動体だが面倒小手だか知らねえが、プレートってのは地面のことなんだろ。地面が動くはずねえじゃねえか。何言ってんだ。お前も島根半島宍道湖中海ジオパークで見てるじゃないか。大地の移動によって日本列島ができたってことを証明する特徴的な地層や地形が島根半島の海岸線にいくつもあっただろう。あれって島根だけで起こってるわけじゃなくて、プレートが動くことでできた地層や地形だったのか。日本列島はフィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレートの4枚のプレートが隣り合う世界でも類を見ない変動体の上に成り立っているんだぜ。4枚もだから、プレート運動の証拠は全国のジオパークでも確認できるんだ。例えば新潟県の糸魚川ジオパークでは、日本列島が分断した時にできた裂け目、糸魚川静岡構造線の断層路灯が見られる。待て、日本列島が分断ってなんだよ。今から約1600万年前、プレート移動によってアジア大陸から切り離された日本列島は一度真ん中で分断され、東北日本と西南日本に分かれていたんだ。え？その後、日本を分けた海峡に土砂や海底火山の噴出物が流れ込んで埋め立てられた後、プレート運動によって隆起し陸地となった。この陸地のことをフォッサマグナという。フォッサマグナだから、ほら左右で地質が全然違うのがわかるだろう。本当だ、とんでもねえな。フォッサマグナまだまだあるぜ。静岡県の伊豆半島ジオパークでは、伊豆半島の成り立ちがわかる。伊豆半島はプレート運動によって太平洋沖から運ばれ、本州に激突してできたんだ。島が激突だと。さらに高知県の室戸ジオパークでは深帯が確認できる。これは遥か遠くの海で堆積した地層や陸地の風化侵食によって海に運ばれた土砂がプレートの働きによって強く押し付けられてできる地層のことだ。高知県のほとんどの土地は海のプレートがユーラシアプレートの下に潜り込むように動くことでできた深帯なんだぜ。高知県もプレートの働きでできてたのかよ。深帯は山口県の峰秋吉台ジオパークにもある。ここの石灰岩はもともと陸から遠く離れたサンゴ礁だったんだ。それがプレート運動で陸地に運ばれた後、雨水や地下水で浸食されてカルスト台地となった。海底にあった地層がこんなところに。そうだ、北海道のアポイダケジオパークでも本来地上では見られない岩石カンラン岩が見つかった。つまり地下数万メートルよりも深い場所にあるはずの岩石がここでは山を作ってしまっているんだ。なるほど、地球の腹渡が見えちまっているんだな。日本列島ってそんなにもアクティブなのか。もちろん島根半島宍道湖中海ジオパークにも特徴的な地層や地形が残されている。日の岬の柱状節理は日本がアジア大陸から切り離されていく中で海底火山の活動が活発化した証だし、大きな力がかかったことで岩が飴のように曲がった様子が見られる場所や日本一低いと言われる火山などプレート運動の証拠がたくさんあるんだぜ。すげえな島根、やっぱジオパークはエキサイティングでファッショナブルだな。お前も分かってきたな。それにしてもプレートの運動ってのはマジでやべえな。プレートは今も動いている。
ハワイもオーストラリアもプレートに乗って徐々に日本に近づいている。遠い未来、徒歩でオーストラリアに行ける日も来るかもしれないんだ。マジか。将来はコアラを抱きながらフラダンス踊り放題じゃねえか。と言っても年に数センチだから数千万年かかるけどな。貴重。島根半島宍道湖中海ジオパークでは、地殻変動によって形成された特徴的な地形や地質によって多くの恵み、ジオジオな食べ物が取れることは説明したよな。ああ、めちゃくちゃうまそうなものばっかりだったな。しかしそれは島根半島宍道湖中海ジオパークだけじゃない。なんだと？同じようにダイナミックな地殻変動によって形成された日本全国の土地では、ジオジオな食べ物がたくさん食べられる。これは変動帯に位置する日本ならではの恵みだ。どれもうまそうなものばかりじゃねえか。変動帯は自然豊かな日本の国土を生み出し、多様な文化と食材をもたらしてくれた。それを再現したのがこのジオジオランチプレートだ。そうか。そう言われるとなんだかすごくうまそうに見えてくるぜ。大地の恵みに感謝しながら心して食べるんだ。わかった。じゃあいただき。クソッタレが。そう怒るなよ。これも仕方のないことなんだ。お前がバカみたいに皿を重ねるからだろうが。バカ野郎、さっきも言っただろう。日本は4枚のプレートという世界でも類を見ない変動帯の上に成り立ってるって。変動帯によって大地がダイナミックに変容するということは、一方でそれだけ災害が起こる可能性があるということなんだ。プレートの境界である変動帯では火山の活動が活発だし、プレート同士に強い負荷がかかって地震がガンガン起こる。確かに日本は災害が多いよな。でも日本の人々は大昔から災害や自然の営みを畏敬し、時に神や仏として祀りつつ後世の人々に伝えてきた。おごることなく自然と共生していく知恵を作り出してもきたんだ。大地は地層や化石から過去の災害の痕跡を教えてくれる。それらの痕跡は未来に起こりうる災害を予測する助けになる。だからもっと俺たちは大地を知らなければならない。ジオパークは大地を知るためのうってつけの場所だ。大地から未来に起こる災害が予測できるのか。そう、そういった研究が進んでいるんだ。だからやっぱり大地は大事。また陰を踏んだ。多くの恵みとともに災害をもたらす変動帯か。ランチプレート一つでいろんなことを学ばせてもらったよ。よし、それじゃあ大地に感謝して平らげてやろうか。吉田君ダメじゃないか。ランチプレートぐちゃぐちゃにして。大丈夫ですよ。デラックスファイターだったら適当なこと言ってても気づきませんから。聞こえてんだ。なんでわしまで。公式サイトではさらに詳しい解説もあるよ。